Natsumi.私のセリフだよ。もう授業終わったよ。あ、授業中もなんだかぼんやりしてたしさ、私はてっきり目を開けたまんまで寝てるのかと思ったよ。そんな器用なことができるのはあんただけだ。魚か私は。冗談に決まってるでしょうが。冗談だとしても時と場合を選びなさいっての。それにしても大丈夫？夏美の顔色あんまり良くないよ。熱はないみたいだね。佐都、今日は車呼べる？そうだね。すぐ電話してみるよ。ちょっと待ってて。いいよ。私全然平気だから。いいから座ってなさい、夏美。これ院長命令。いいね。大げさだってば。うちの弟たちもね、風邪ひきかけでも平気だなんだって無理して余計にこじらせるんだよね。たまこちゃん、私同い年なんだけど。世話のかかり度合いで言えば同じレベルよ。違う？人から話は聞いた。土曜日大変だったみたいだね。あ、なんで相談してくれなかったの？ごめんね。いや、責めてるわけじゃないの。だけど、お昼休みも私たちに話を合わせて、なんだか無理してるみたいだったから、大丈夫かなってね。そうだったんだ。
当たり前じゃない。私だってこれでも夏美の親友のつもりだよ。気づかないわけがないでしょうね。里だって ああ見えて結構気にしてたんだよ。あのセンターなら変なトラブルに巻き込まれることはないはずって、夏美にアルバイトを世話したのは千里だったからね。千里ちゃんが？まさかセンターに南沢出身の人が入居してたなんて知らなかったらしくてね。珍しく落ち込んでたよ。夏美に悪いことしたって。あなたのことだから千里に苦情みたいに言うのは嫌だったからなのかもしれないけど、親友だったらやっぱ直接に教えてほしかったんじゃないかな。それにしても、ひなみざわの人ってのは厄介なものよね。変な民間宗教をあがめるのは自由だけど、周りにまで迷惑をかけるのはやめてくれっての。ねえ夏美、やっぱ今日はこのまま家に帰った方がいいんじゃない？ごめんわがまま言って、すぐ終わるからね。今日でなくてもいいんじゃない？今週は水曜も午前授業で働くんだから、その時でも遅くないでしょ？
別に様子を見に行かなくてもあの人は元気だって。夏美一人で面倒を見ているわけじゃないんだしさ。ああ、いや、ごめん、そういう意味じゃなくて。いいの。自己満足だって自分でも思うから。夏美。あのさ、夏美。何？別にさ、もうやめてもいいんだよ。え？正直言ってさ、怒ってもいいよ。夏美って結構人見知りするでしょ。それに都会にまだ慣れていないっていうか、すごく危なっかしいし。だからアルバイトをしたいって相談された時はね、絶対ここなら大丈夫って思ったところを紹介するつもりだったんだよ。そんなオーバーだよ。私ってほら、かなりいい加減でチャランポランだから、どんな仕事でも平気だと思うし、多少誰かにバカにされても笑って済ませられる。でも、あんたは違う。すごく純粋で、優しくて、それに責任感もある。だから、変なアルバイトで難癖つけられるとか、嫌な思いをするとかは一切なしでいてもらいたかったんだけどね。今回の件本当にごめん。夏美が落ち込むような思いにさせたの私のせい。だから私に気を使って続けなくても本当に構わないんだからね。千里ちゃん、大丈夫だよ。本当に。だから気にしないで。夏美。この仕事を紹介してくれて、私千里ちゃんには本当に感謝してるの。なんていうか、天分？なんて言い方は偉そうだけど、働いていて楽しいし、やりがいがあるしね。できればこのまま続けたいの。お金が貯まった後も千里ちゃんさえ OK してくれるならずっとこの仕事を続けたい。ダメかな。ここまでお願いされちゃ、このちいちゃんもうなずくしかないでしょうに。安心しなさい。あんたの骨は、この私がちゃんと拾ってあげるからね。まだ死にたくはないよ。ったく、
あんたには負けたよ。え？いや、こっちの話。この信号っていつも赤で止められるんだよね。なんか嫌がらせっていうかタイミング悪すぎだっての。たまたまでしょ。いや、病院に行くときは私の記憶してる限り青であった試しがない。きっと信号機のシステムを作ったやつってすんごく意地悪なやつなんだよ。あるいは佐伯病院に恨みを持ってるとかだ。きっと考えすぎだって。お嬢様にならともかく旦那様に恨みを持つ方はちょっと考えられませんね。ちょっと山品さん、それはどういう意味ですか。あれ？何かあったのかな？そう。え？どうしたんですか。何があったんですか。一体。危ないから下がって。関係者以外は立ち入らないでください。どうして。Thank you.
があったんですか？教えてください！お願いします！未来社より柿内 PS へ。一課次長の未来出ました。こちら応援含めて計5台集合しています。あと3台一般人の規制と整理のため佐伯病院側へ回してください。それから犯人追跡の必要はありません。容疑者は、容疑者の畠山一馬は13時51分センター内一室にて死亡を確認。死因は失血死。詳細は追って連絡します。どうぞ。柿内 PS より見ない警部へ。了解しました。引き続き捜査に当たってください。どうぞ。了解。更新終わります。あなたが聞いた通りです。今日の朝殺人事件があって、この介護センターの介護士さんが一人亡くなられました。Thank you.
あなたみたいな優しい子が介護士になってくれると嬉しいわ。頑張って資格を取りなさい。私もできる限り応援するから。夏美！嘘だよ。はい、通して道を開けてください。被害者を搬出します。ほら、どいて、邪魔だ。待ちなさい、夏美さん。藤田君、その子を取り押さえて。やめなさい。見ちゃダメ。見るな。夏美さん。君、だから離れて。お前ら早く持ってけ。私が責任取る。やれ！